今日は田中さんの描く人吉の未来図についてお話ししたいと思います。はい、市民の皆さん、特に若い世代の親御さんがいらっしゃいますけれども、はいはい、子育てについての不安ですとか要望などの声をよく聞きになられるかと思いますが、はいはい、その点についてどのようなのか。そうですね、今日本の地方というのは非常にその可処分所得というのがだんだん目減りしていってると思うんですね。というのが物価はサバ缶みたいに上がるじゃないですか。がしかし給与はそんなに変わらない。つまり可処分、いや自由に使えるお金が減っていっている。そういう中で子育てをするまたはしていくというのに、不安を抱いておられる方々もいらっしゃると思います。だから今の自分とパートナーとの給料を合わせても子育てができないのではないか、そういう不安を抱いている方もいらっしゃると思いますね。だから非常に可処分所得が目減りしていっている中で、じゃあ行政はどんなご支援ができるのか、そういうのは真剣にこう様々なご意見に耳を傾けながら政策として立案していかなければならないと思っております。この間こういうお母さんに会ったんですよ。実は障害児を持っているお母さんなんですね。でその方のご質問を受けてはっとしたことがあります。それはどんなことかというと、実はそのお母さんがお話になられたことは、その障害児、我が子をその預ける保育園がないと、実は働きたいんだ、この人吉にも貢献をしたいんだ、でもそういう場所がないので非常にその困っていると。で実はよそから来られた方なんですが、この人吉が大変気に入っていただいて、人間関係も素晴らしいと、ぜひここで住み続けたいんだけれどもというお話でしたね。確かに私も今まで、福祉行政の一つの中でそういうお子さん型の療育、療養と、それと保育と2つの面を合わせたその施設がいるなというのは頭の片隅にはあったんですが、はっきりとそういうものがありませんと、そうご質問をされた時に、またはそう断言された時に、実はハッとしてしまったんですね。ぜひそれは我々行政の責任として、または市民の責任として環境を整備しなければいけない、ご用意しなければいけないなと思いました。お坊さんも非常に経験が豊富な方でなければいけないでしょうし、またはやはり経験豊富な看護師さんも常駐していただく必要があるでしょうし、しかしこの世に生まれてきたその人それぞれお一人お一人の命がですね、やはり輝くようにしっかりとした環境を整えるというのは市民のまたは行政の責任だろうなと痛感したところでありました。やはり障害を持ったお子さんであるとか、あとは特別な支援を要するお子さんというのも、やはり本当にこの日本の社会問題になっていると思いますし、人吉でも教育を受けたいんだけれども、なかなか順番が回ってこない、ね、そういう若いお母さんたちの話も、そうなんですね、ね、ぜひね、それは実現をする責任があるというふうに思ってます。小学校に上がられた以降はですね、公立のものが用意されているんですが、しかし今思いますと、じゃあ卒業をされた後はどんな仕事が待っているのか、どんな職場環境があるのかというご不安もあると思うんですね。
親はどんどん年を取っていきます、子供も成長していきます。でも親御さんの気持ちとしては、万が一自分が亡くなってしまったなら、この子はどうやって生きていくんだろうかという非常にこう不安をどなたもお持ちだと思います。そういう不安がなくなるように努めていかなければいけないとも思っております。ですから働く職場、働く環境もきちっと整えていく、それが親御さんたち、保護者の皆さん方への私は責任であると思います。